かまど用のその竹の伐採地点、まあ先ほどから田内駅から、御社駅に向かって歩いてます。でこういう風景です。そこに高速道路が走っていて、まあ、向こうが河川沿いですね。この辺りも竹が凄まじく密集しています。もうね、もうわかるでしょ、もう向こうの方が倒れてますから、竹の方が。で真ん中の木は周りの竹を避けてあげたら育つと思います。ある程度間伐しないとね、木がしっかりと育たないんで、まあ、一本物の柱ですね、家とか支える。ちょっと電源切ります。